ジョアン・アントニオ・コレイラは、ポルトガルの画家である。パリで学んだ後、ポルトの美術学校の教授を務め、多くのポルトガルの画家を育てた。ポルトの繊維商品の商人の息子に生まれた。絵画を教えるコースもあったポルトの専門学校、アカデミア・リアル・デ・マリンハイ・ハイ・コメルシを、王立開示、商業アカデミア2836年に入学し、絵画と数学を学んだ。 1839年から、ポルトの美術学校の歴史画のクラスで学んだ。1842年の美術展で1位に入賞した。ポルトの人々の支援を受けて、パリに留学し、パリでは、カリブの島の生まれの画家で、ドミニク・アングルの弟子であったテオドール・シャセリオーのもで、暮らし指導を受けて、エコール・デ・ボザールの入学試験を受け、入学した。シャセリオーから新古典主義や写実主義、 ロマン主義といったフランスの美術の流行を教えられた。1851年までパリに滞在した後、帰国し、ポルトの美術学校の代理教授に任じられ、1857年に教授に任じられ、教育方法を刷新し、1882年から亡くなる1896年の間は校長を務めた。指導した芸術家にはアントニオスワレス・ドスレース。 ジョアン・マルケス・デオ・リベラ、アントニオ・ダ・シルバ・ポルト、エンリケ・ポーさんやアルトゥール・ローレーロがいる。画家としては、肖像画を描き、黒人の肖像画が代表作とされる。ありがとうございます。